剣道家臣は日本の覆面レスラー。本名は石沢上皇。青森県南津軽郡時和村出身。実家は青森県内有数の養鶏場、時和養鶏を営んでいる。父は合併時まで同村の村長を務めた石沢義成で四人兄弟の三男。レスリングの強豪校である光星学院高校に入学。年。 第41回国民体育大会では、レスリング少年の部フリースタイル 70kg 級で優勝。1987年、早稲田大学人間科学部入学。総大入学後、レスリングで早くから活躍し、1987年秋季新人戦で優勝。大学2年で全日本学生選手権3連覇含む、学生タイトル2冠。 全日本選手権においては1989年から2年連続フリースタイル8 2ラム級で準優勝。1991年、総大卒業後、新日本プロレスのレスリング部門、東根クラブに入団、全日本選手権優勝を果たす。根っからのプロレスファンで、学生時代にはしばしば練習を休んで、プロレス観戦に興じていたという。 1992年4月に正式に、新日本プロレスに正式入団。9月21日、石沢上皇の名で、金本孝治戦でデビュー。コーチを務めた、長瀬博氏からは、全く運動神経のない男と表現される反面、同期の中では、受け身の習得も早く、筋肉の反射神経は、プロレスラーに限らず、いろんなスポーツ選手を見てきた中で抜群と評価している。 1996年3月、第7回ヤングライオンハイにて優勝。この際、優勝賞金として、セレモニーで手渡された小切手型のボードを半分に折り、決勝で破った長田博氏に片方を渡して、剣刀をたたえるという、後の家臣の姿からは想像もできない振る舞いを見せている。1996年7月、ヨーロッパ遠征へ出発。 その際、現地のプロモーターだった、オットー・ワンツの要請を受け、マスクマン、剣道家臣となる。後に、同年12月に、遠征先のドイツブレーメンで受けた週刊プロレスのインタビューで、マスクマンになったのは、オットー・ワンツの要請だよ。剣道家臣というリングネームも全部ワンツが考えた。家臣の意味はわからないと述べている。金沢勝彦のインタビューの中では、出発前に、 夫に、マスクを持ってこいと要求された際、当時の新日本の社長に、じゃあエルサムライのマスクを持っていけと言われたことを、語っている。またその際、やだなぁと思ったという。1997年4月、外戦帰国し、剣道家臣として、帰国第一戦、山崎和夫とシングルマッチで対戦。UWF の流れを組む山崎相手に、グラウンドの攻防や、 マウント手のひら底など格闘技色の強いプロレスを展開するが当時の新日本ファンからは受け入れられず失笑を買ってしまう結果となる。同年10月16日の新日本四日市工業の試合後俺は別にいつやめたっていいしね。全然プロレス界に必要な人間じゃないし、潰すか潰されるかそれだけだとインタビューで発言。 1998年6月、アメリカで受けた週刊プロレスのインタビューで、外戦帰国第一戦時のことを、初めに本に帰ってきた時、みんなが素顔でやるものと思ってた。でも、俺自身の中で、せっかくヨーロッパでマスクをかぶってやってきて、現地でも受けてたし自信もあったと発言。その上で、そう思って帰国して、最初の試合でみんなに笑われた。 その笑われた時点でマスクをずっと小室と決心した、と、覆面レスラーを続けるに至った経緯を述べている。1999年1月、東京ドーム大会で、大谷慎次郎、高岩隆一組を破り、第2代 IWGP ジュニアタッグ王座大会、自身初のタイトルダッシュとなった。同年2月、マササイト引退記念写真展でのミニトークショーで、俺は、最初から、 なんか入ってないサインをしてた。あれは勝手にマスコミが、を入れたのと、過信から、過信に解明した理由を述べた。さらに過去の経歴からライバル関係にあり、不仲であると囁かれていた、中西学との関係に触れ、いや、ライバルじゃない。親友。ほんと、ほんとと発言。しかし、中西が新日本に入るって言った時は本気で、やめようかなと思ったんですけどねとも述べ。 プロレス入ってからは、挨拶ぐらいはしたことある。あとはもう、一心伝心で伝わるからと、どうとも取れる、胸の意味深な発言を続け、以後、ことあるごとに、中西を引き合いに出す片鱗を見せる。同年3月、金本浩二の、俺は、合流馬、小林国明にはならないという発言を受けて、俺は、合流馬や中西学にはならないと発言。金本は、自分は、 ジュニアの脇役にはならないという胸の発言であったが、家臣の価値観から、案に自分はバカにならないという胸のパロディー発言であった。同月の IWGP ジュニアタッグ大座防衛戦で、選手権試合認定上を破り捨てる、前代未聞のパフォーマンスを行うもグランハマダエルサムライ組を破り、大座防衛。試合後、認定上を破った県を実況レポーターの、 学べゆうアナウンサーに問われ、俺の勝手だろ。お前にとやかく言われる筋合いはないと発言。さらにグラン・ハマダに対しては、パートナーに娘連れてきた方が良かったんじゃないか。と発言。同年4月、東京ドーム大会で、重心サンダーライガーザ・グレート、サスケ組に敗れて2度の防衛を果たした、IWGP ジュニアタッグ王座から転落。同年5月、 ベストオブザ・スーパージュニア6に出場。田中ミノル戦で、中西の得意技である、アルゼンチンバックブリーカーを披露し試合後、今日は、バカな、いや、バカの技使いちゃったよと発言し、敗因はそれで腰を痛めたからと述べる。さらに、優勝したら、コスボの人たちに給付金をやると宣言。折原正雄戦では、試合後、今日の勝利は、二平組上に捧げるよと発言し、 個人間のトラブルを引き合いに出してコメント。決勝まで勝ち進み、当時第33代、IWGP ジュニア王者であった金本を破り、ベストオブザ・スーパージュニア6に優勝。賞金として500万円を獲得したが、小切手ボードを実況レポーターのマナベアナに投げつけ、お前これ、監禁して寄付しとけ、猫ばばするなよ。と発言。どこにですかと叫ぶマナベアナに。 コソボだ、コソボ。と答えた。後日、前述の制約通り実際に賞金をコソボに寄付。同年8月、またも金本を破り、第34代 IWGP ジュニア王座大会。しかし、同王座の公式のベルトが存在するにもかかわらず、その後の試合では自作の剣道過信ベルトを巻いて入場し、本物の IWGP ベルトは、 リング上で足下にするなど、その権威をことさらに冒涜してみせる。他にも、勝利後に授与されるトロフィーをその場で破壊するなど、気候とも取れるパフォーマンスを本格的に始める。同年9月、初防衛を果たしたライガー戦で、記者のおめでとうございますの言葉に、うん、余計なお世話だと発言。同年10月、94年に開催されたジュニアタックリーグで石沢として、 タックを組んで、以来、師匠と呼ぶようになった、ディーン・マレンコから初勝利を挙げ、さすが師匠だと発言。同月、東京ドーム大会で、ライガーに敗れ、IWGP ジュニア王座から転落。マレンコとタックを組んで、ライガー侍組から勝利を挙げた試合後、タックのベルトも取れるけど、スケジュールが合わない。とりあえず、西尾と組むよりはいいかなと発言。 2000年6月、プライドへの出場が噂される最中、試合後この件について、学部穴に問われたところ、プライドお前が出ろ、このバカ。と一周否定も肯定もせずさらに、てめえが出ろとけるような仕草まで見せた。同月には、ベストオブザ・スーパージュニア7が開幕。同大会に出場し、今年も寄付するよ。それから、地雷撤去。地雷撤去。 意気込んだ。同年7月、自身の地元において主催工業を行う。終了後、記者に何かあると問いかけておきながら、バカ野郎、今はそれどころじゃねえんだ。俺は工業の生産をしなくちゃいけねえし、その金でお中元を出さなくちゃいけねえんだとのコメントを残して、さっさと控室へ引っ込んでしまう。さらに同月、プライド出場問題について、 再び問われると、知らねえ、俺に聞くな。賠償徹夫に聞け、あの金の亡者に聞け、と発言。同年8月、当時プライドのエグゼクティブプロデューサーを務めていたアントニオモキの命を受ける形で、プライド10へ出場。新日本プロレス所属の覆面レスラーの、初めてのプライド参戦ということで注目を浴びたが、本名の、 石沢上皇さらに素顔で登場しハイアングレーシーと対戦するもパンチの連打を浴びて TKO 負けを喫した。同年12月猪木ボンバイエにおいて桜場和紙とプロレスルールで対決。プロレスでは極めて珍しいコーナーポスト上での腕固めで敗れた。試合後のインタビューでこの試合を振り返っていかがですかとの問いに対しお前が勝手に振り返れと答える。 両者は1995年の新日本対 UWF インターナショナル全面対抗戦においてタッグマッチシングル戦でそれぞれ1回ずつ対戦しており共に家臣が勝利している同月には中西と注目のタッグを結成するもやはり仲間割れ結婚おめでとう俺からのご祝儀だとのコメントを残した2001年7月プライド15に。 同じくす顔の石澤上皇として出場し、メインイベントでハイアンと再戦。膝蹴りで小勝利し、雪辱を果たす。試合後にはマスクをかぶり、石澤はもう帰ったから俺が代わりに来たと、あくまで別人のように振る舞った。2001年10月、東京ドーム大会で、ナルセ昭油との IWGP ジュニアヘビー級、タイトルマッチにおいて、ナルセからの過信ではなく、 石沢上皇として恋との再三の挑発通り、家臣としてコールされるも、素顔の石沢で、オープンフィンガーグローブをつけて、花道に登場し、城内を騒然とさせる。試合は、わずか26秒で飛びつき死球で必死に逆十字固めによる、タップアウト価値を収め、第41代 IWGP、ジュニアヘビー級王座に退官。プロレスの試合。 それも選手権試合にもかかわらず秒殺という結果だが、その認知されたキャラクターと登場時のインパクトから、会場は湧いた。勝利後はおとなしくベルト、認定証、トロフィーを受け取り関係者と握手までしたものの、突如ベルトを投げ、認定証は破り捨て、早々にリングを立ち去る、変わらぬ、傍若無人ぶりを発揮。試合後にはマスクをかぶり、寝坊したよ。試合は と登場し、石沢が勝ったの、と相変わらず別人のように振る舞った。さらに、俺が石沢からもらったよ、ベルトはと王者ベルトを持ち去り、今日の試合、石沢選手が出たということに関してはの記者の問いによくやった、うん、褒めてやると答えた。同年12月、猪木ボンバイエ2001で、制度会館の小安信吾相手に総合格闘技の試合を行う。 再三レスリング式の片足タックルで小安をテイクダウンするものの、そこからの攻め手が準備不足もあってなく、判定がないために引き分けに終わった。2002年2月、新日本プロレスを退団し、総合格闘技に本格進出やパンクラスへの移籍が、スポーツ紙で噂される中、大方の予想を覆し、同じ新日本を退団した、武藤啓治。 小島里志らと共に全日本プロレスに移籍する。入団会見ではスーツに身を包み、過去を反省して生まれ変わります。もう認定証を破ったりとかはしませんので、パウチったりするのは止めてくださいと発言。新日本離脱に伴い、保持していた IWGP ジュニアヘビー級王座は対談時に返上となった。全日本では、数林氏らと共に、 ジュニア戦線の主力選手として活躍する一方で、ゼロアンや、道の区プロレスなど、他団体にも、頻繁に参戦。2004年6月、小島さとし&、かずしくみを破り、第50代世界タッグ王座大会。さらに、試合への無断欠場を繰り返したことなどを理由として、同年7月1日付で、解雇処分を受ける。全日本対談後は、力プロなどに、 スポット参戦した後とべ新日本ロス道場で、コーチとして、更新の指導に当たりながら、アメリカのインディー団体、ローに、ドラゴンソルジャー B なる、リングネームで参戦。アメリカのファンに通じるはずもない、ほうなどの中西の真似を披露。同団体では、ジュニアヘビー級のトーナメントで優勝している。この時期、海外では他に、 ヨーロッパのプロレス団体にもスポット参戦している。2005年4月、長年にわたって、敬遠の中だった中西と電撃和解を果たし、長田と藤田和幸も加えて、チームジャパンを結成。さらに、TJ 内で中西とお揃いの迷彩コスチュームのタッグチーム、ワイルドソルジャーズも結成。これを機に、ヘビー級戦線にも本格参戦するようになり、 同年夏の G1 クライマックスに初出場を果たした。決勝トーナメント進出はならなかったが、予選リーグで川田俊明に勝利を収めた。2006年3月、総合格闘技大会、ヒーローズに急遽石沢として参戦。秋山義弘を相手に、約4年3ヶ月ぶりに総合格闘技の試合を行うもギブアップ負け。同年10月に再度ヒーローズへ出場し、 カーロス・ニュートンと対戦するも22秒で TK を負け。ただし、石澤は試合を止めるのが早いと抗議した。さらに、同年12月の K1 プレミアム2006ダイナマイトでは、金安アスシエと対戦するが、ハイキックで小負けを喫した。この試合以降、石澤としても家臣としても試合をせず、ほぼ完全に消息を絶ったため、引退の声も強く囁かれた。事実、 東京スポーツのコラムにおいて、石澤はもう年だろうなどと述べ、総合からの撤退を示唆している。2007年12月、イグフ、有明コロシアム大会にて、直前に欠場となったブッカーティーの代役として、カートアングルを相手に、家臣としての復帰を果たした。プロレスの試合としては実に2年にヶ月ぶりだが、全く、ブランクを感じさせないファイトを見せる。この試合について、 田中秀和は、自身のブログで、家臣へのオファーがあったのは、試合前日だったとする裏話を明かしている。しかし、東京スポーツの猪木日記による記述では、数日前からオファーはしていた様子である。2008年1月、早稲田大学大学院スポーツ科学、研究科修士課程1年生コースに合格。現役レスラーでの大学院進学は、ジャンボ、鶴田以来2人目。 家臣は、ビッグサカやドラゴン、ムトちゃん、サイモン・ケリーら偉大な経営者に習って、プロレス界のためにスポーツマネジメントを学びたいと、東京スポーツ市場で抱負を語った。総大では、平田武雄教授の指導を受けた。2009年10月、ドリーム12で、約1年2ヶ月ぶりとなるマット会復帰を果たす。復帰に際して、トースポの取材に、ドリームの渡辺に足元見られた。 いや、騙されたと発言。船木正勝との対戦を匂わされて、オファーを受けたが、船木戦の話は、なしのつぶてとなったと主張。対戦相手に決定した新日本プロレス時代の、後輩、柴田勝頼に対しても、今や何のために柴田と戦うのかもわからん。柴田は、レフェリーとして、親父を連れて来いなどと発言。さらに、負けた場合のペナルティーとして、 青木軍入りを条件として一方的に上げ、同期が待っているぞ。その条件なら、俺も死ぬ気で頑張れるとやり玉にあげた。そもそも船木は無途ちゃんのリングが死に場所でいいのか。とにかく悪いのはすべて永田博士だなどと、尻滅裂の相変わらずの過信不死を披露するが、試合はパウンドで TKO 負けを喫した。2011年3月、東日本大震災以降、温心不通となり、 安否を心配されたが、後に関係者と連絡がつき無事を確認。トースポの取材に、東北の善良な人々が多数亡くなってしまった。悲しい。これは東北のみならず、日本の危機、残りの人生は、東北の再建に捧げたいと珍しく神妙に、哀悼の意を表した。しかし、家臣のためにもニュージャパンカップに優勝すると、自身のブログで宣言していた長田に対しては、 それにしても許せないのは、人の名を出して紙面に出ようとする、長田博士だまかり間違って、ニュージャパンカップに優勝したら、賞金全額を、被災地に寄付しろと、相変わらずの過信不死で答えた。2013年より、イグフ道場の指導委託者に就任。2014年、全日本プロレス、チャンピオンカーニバル2014に、全日本プロレス1 0年ぶりに参戦。結果は、 勝ち点4だった。2016年4月、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス講師に就任、プロレスエクササイズと題した講義を週1回担当している。2017年、大日本プロレスや大仁田工業などに参戦。8月には、自伝、普通のプロレスラーだった僕が子で、大学非常勤講師になるまで、を出版。二千十九年一月下旬により、 サイモン・ケリーチョキの紹介で、WWE の株団体、NXT のゲストトレーナーとして、新人育成を担当。6月2作目となる時点、50歳で初めて、ハローワークに行った僕が、ニューヨーク証券取引所に上場する企業で、ゲストコーチを務めるまで、を出版。8月、WWE から正式にコーチに就任したことが、発表された。 コーチ就任は日本人初となる。しかし、翌2020年にはアメリカ国内で新型コロナウイルスの流行が深刻化。観客を集める興行ができなくなった。WWE は同年4月15日、多くのレスラーとともに剣道過信を解雇した。2020年6月1日よりプロレスリングノアに登場。 10月15日リデッドエンターテインメント主催のグリとバージョン0に参戦。11月17日東京女子プロレスの東京ドームシティホール大会に来場。一方的に非常勤コーチ就任を宣言。ジュニアヘビー級のマスクマンには珍しく飛び技の類はほとんど使用せず、レスリングを下地に持つグラウンドテクニックと多彩な関節技、ヨーロッパ仕込みの打撃。 丸め込み技にラフを交えた独自のファイトスタイルで新日本ジュニア時代は特に異彩を放った。時折普段使用することのない投げ技を突如として繰り出すこともある。2005年8月2日、全日本プロレスが同団体の所有する世界タック王座のベルトの変換に応じないとして前月に解雇した家臣に対しベルトの変換を求める。 民事訴訟を東京地裁に起こした。タックパートナーの長田は、王座剥奪時に全日本側の要請に応じて、ベルトを返還しているため、提訴の対象となっていない。剥奪後、全日本は王座決定戦を行い、太陽ケア、ジャマール組を正式な王者として認め、長田が返還した日本のベルトのみで王座戦を行っていた。家臣は、 王者になればベルトはもらえると思っていた。すべてはベルトを欲しがった、長田君が原因。私は踏み台男の踏み台にされましたなどと、いつもの過信不死で押収した。さらに、同じ TJ 内に一緒にベルトを取った長田がいるにも、かかわらず、王座は長田から中西に譲渡されたと一方的に宣言し、中西をパートナーとして2005年10月8日の新日本。 東京ドーム大会でのチャーリーハース、マーク・ジンドラック組との試合を世界タック王座の初防衛戦として強行する構えも見せたが、結局は、カシンが2本のベルトを肩にかけて入場するに止まった。同試合の入場では、被告人、剣道シンとのコールを受け、両手に手錠をはめて、花道を歩くというパフォーマンスを行った。初は、同年10月5日に行われ、 全日本側は早期和解を求めたが、家臣側はベルト獲得後に全日本に試合を組んでもらえなかったことが原因とし、あくまでもリング上での決着を求めたため物別れに終わった。この日の後半において、全日本と家臣との間に、もともと選手契約自体が結ばれていなかったことなどが明らかとなり、全日本の選手管理のずさんさを露呈する結果ともなった。 その後しばらくの間、石澤内氏は、家臣として試合をする際には、武藤被災隊、剣道家臣裁判 T シャツを着用していた。前代未聞のベルト裁判の行方に、世間の注目が集まったが、剣道家臣として訴えられたのだから、マスク着用が認められない限り、法廷に出ないなどと強弁する家臣の言動に、代理人弁護士が呆れ、依頼を辞したことで、事態は一変。 家臣はベルト変換の条件に、元前日の幹部の給与未払いを取り上げ、支払いを要求していたとも言われているが、2006年4月末、日本のベルトが全日本の事務所に送料着払いで送付されたことで、一応の解決を見たようである。その後、全日本は家臣が占有していたベルトを加え、従前通り4本のベルトでの選手権試合を行っているが、 現在に至るまで、この事件については、一切のコメントをしていない。なお、2014年にフリーとして、チャンピオンカーニバルに参戦する際には、当時から体制が変わったことと、契約書をきちんと交わしたことから問題ないとコメントし、今後世界タッ王座を狙いたいとした。ありがとうございます。